どうも武田です。最近守備猿潤さんが気持ち悪いぐらい打ってるので何を考えてるのか、その秘訣などをちょっと聞いてきましたので、そちらご覧ください。はい、潤さんお疲れです。はい、何でしょうか。まあ、最近ちょっと潤さん、はい、バッティング調子いいっすね。まあぼちぼち3打数1安打って感じ。いや、本当なんか気持ち悪い打ち方しながら確かにヒット打ってますけど、うん、なんか意識してるんですか。もともとはいちょっとポイントが前でさ、あ去年、はい、それから今年、はい、こうこすごいこっちの投球多かったじゃん、レフト。そうですね、レフト前とか、はい、が多くて、はい、で、まあ、今年全国マツダスタジアムで川崎にあって、はい、でマツダスタジアムでさ、めちゃめちゃチンチンにやられたのあの、まあ、動かすボールとか、はい、低めの変化とかが主体のピッチャーにすげえ俺チンチンにやられて、はい、全然じゃなくて、でまあ、チーム方針として、まあ、ポイントを下げて、はい、アウトコースのボールをしっかり捉えようっていうチーム方針に、うん、そうですね、まあ、変わって、はい、俺ももともとポイントが前だからさ、はい、間に合わないんじゃないかっていうふうに、ああなるほど、コース下げね、差し込まれるんじゃないかって下げて、はい、強い打球が飛ばないんじゃないかって思ってたんだけど、うん、はい、今まで意識の中ではこう 1,2 をしっかり作って3っていう、はい、よくイチロー選手とかでさ、手が最後みたいな、はい、言いますね、下が回って手が出てきてみたいな意識でずっと打ってたんだけど、はい、まあ、今年は手を先に出す、手を先に出すっていう意識になったの、はい、っていうのもあのパチさんとさ、はい、よく俺すごいバッティングの話したりするの、はい、2人とも好きだから、はい、そういう話するの、はい、でパチさんが取材に行った時に、はい、なんかその手を先に出すっていう理論を習得してきたのね理論をね、あ理論をね、理論を習得してきて、はいはい、でそれを俺も聞いて、はい、確かになと思ったのが、手が先に出ても止まれば振らない、はい、で速いじゃんピッチャー最近、左の速いピッチャーとか多い中で、はい、打ちに行かないと、はい、間に合わない、はいはい、っていうイメージになったわけよ、はい、なるほど。だからなんか見逃す時とかもバンって見逃すんじゃなくて、こういう、あこういう見逃し方よく徳さんがやるやつ、そうそう、まあ徳さんもそうなんだけど、はい、俺も最近多いと思うんだけど、こういう見逃し方、はい、結局打ちに行く中で止まる、はい、だからあの今までは全部ポイントもこうやってやろうとしたから、はい、あのギリギリまで後ろにしようとしたらこっから出そうとしてるから間に合わないんだけど、はい、先にこれを出そうとしてるから、はい、ポイントを下げてもこう後ろに捉えられる、あだから最近こっちのファールもすごい多いじゃん、まっすぐ確かにめっちゃ多い、なんかこう入ってこういう感じで、はい、とかあとインコースのボールに対してなんかこういう感じでそう、そのなんか気持ち悪いって打ってドーンみたいな、はい、まあ軟式だから詰まっても飛ぶっていうのは大前提にあるんだけど、はい、っていう意識が、まあ、今一番強いのかな。だからちょっと指導も多分今までより遅めで、あ遅め、はい、うん、手から出して、で、まあ、やっぱり外をしっかり取られないと打率上がってこない、はい、から、まあ、外、はい、うん、アウトコースがやっぱ一番来るから、あ、はい、まあ、ピッチャーも投げてきて、はい、なるほど、そうだからそこをまあチーム方針もあったんだけど、はい、まあ、その話を聞いて僕はできねえなと思いました。鍛錬です、鍛錬、練習すれば、はい、練習すれば誰でもできるというわけで兄貴にも聞いてみました。なんすか、ちょっとおしゃれなとこで失礼します。おしゃれな服買ったんやこれこれどうですか、これはお前日比谷ミッドタウンで買ってん、あ日比谷ミッドタウン行ったらそこの店員俺のこと捨てて兄貴店員さんがめっちゃ見繕ってくれてんこれどうした？いやすみません、最近潤、うん、さんが調子良くなってきて、うん、それについて僕がなんか取材してるんですけど、うん、はい、調子いいな、調子いいんすよ今は。何月、4月終わりも4月終わりぐらいか、4月23ですね。今年3割以上っていうでしょ、はい、ほんであのやっぱりもさ、あの2017年全国制覇、2018年全国ベスト4か、はい、相手がどんどん強くなるわけよ。強なってんねんけど草野球の人ら俺が7、8年前で明らかに、はい、実業団上がりましたみたいなピッチャーばっか出てくるや最近。あ普通に実業団上がりましたがもうなんかおおみたいになってきたやん最近。お前はいなかったんすかそんなに。いないよそんな。もう今年だけでも何人見た元実業団、はい、135ぐらいやったら普通なってたもんな、癖やけどな早いね、いい球来てるね、なんとかなるかみたいな、はい、まあ、感じの中で、まあ、あの順が3割以上打ってるでしょ、未だに、はいはい、でこの間も左のさ、もうなんかあの甲子園ベスト4行きましたみたいなあのエースでしたみたいな、はい、実業団上がりましたみたいな、やばかった
レーザービーム投げてたらシュプルシュワーって投げて投げ方がもう違いましたもん、うん、おーってキャッチボール時点でこういかんのこれはっていうええ加減せえと。いやそうですよ、まあ、打ってたしな。確かに多いですね。まあ、1番になったのが去年の9月か、はい、2番の時ね、基本的にはあのやっぱり体も大きくないし、まあ、大学時代全くバッティングダメでした。僕は一切打てませんで、バッティング練習は1個もしてませんっていう謎の宣言から始まってんのよ。高校の時打ったか一番打ってたかなんか言ってたけど、大学で、国際武道、はい、行って、まあ、優秀な選手の中で、はい、生き残るには守備しかないって言ってひたすら守備やって、へ、まあ、でも守備だけやってバッティング回ってくんだけどさなんどう思ったか彼は守備しかしてないと、はい、で僕全く打てないんですけど守備だけは自信ありますから始まってて、へ、まあ、実際全く打たれへん設定から始まって、はい、ファーボールとレア小さいねんから送りバントちゃんとせえや、はい、ボール球絶対踏んなやからあっぱれも始まってるわけ。最初バントめっちゃしてましたね。そうそう、ほんでいざ振らすと意外と振れるっていうことが判明して、あで当たりは、はい、当たりは体ちっちゃいあれには飛ぶと、はい、でパンチャー的な要素があって、意外と引っ張り打球が強いって話になったの。あ、そうなんですね。ほんでそこそこ打てるようになったというか、振りに行かせりゃ意外と打ち寄るっていう、はいはい、あ意外と行くねっていうね、まっすぐに強いことが判明したのよ意外と。はあ、速いまっすぐに送れないと、ただ重くそ引っ張るっていう、はい、で体ちっちゃいやん。そうですね。で打順を組んどくとピッチャーがいいピッチャーでもポンってまっすぐ組んねん、はい、気が読みやすいねそのタイミングが、はあ、ファール取れるやろみたいな、はいはい、だからちょっと押したれ、まあ、それをカジャーンって左中間打つっていう、はい、意外とそこそこ打てるようになってきたら2番にしようっていうのが2017年やな。あ、そうなんだ。2番でカチャーンって左中間打ったりとか、はい、まあ、細かい仕事をしてるうちに右で積極的に振れるやつで1番刺してみたらおもろいんちゃうって言うと、2番最強説も出てたから徳さんの1番を入れ替えた、はいはい、ほな2018年ね、はい、一旦そこそこ打ったけど一旦苦労するわけよ、はい、変化球とか1番に対する配球と2番に対する配球は全然違う。あ、そうなんすか。そりゃそうやろ、お前の1番やったら用心するでしょ。でやっぱり小技が嫌っていうので、はい、早くストライク取りたいっていうのが2番バッター相手やったらちょっと思うやん、はい、1番バッターやったらやっぱりいいボールを投げていこうっていうちょっと変化球が増えてきたりやっぱりすると思うねんな。あ、なるほど。で1の3カシャーンではなかなか打てなくなってくるよね、はい、1、2、3って打ったらいきなり動くとか、うん、いきなり内容で終わるとかちょっと詰まってフライになっちゃうとか、そんな中でポイントを下げに行くっていう、はい、もともと前で強く払うタイプやってんけど、いや正直前で払って飛ばすっていうのは、まあ、ロングティーとかもそうやけどできる、そこまでたどり着くとはいるよ、うん、左中間側に前で捉えてホームラン打つっていう、はい、やっぱりいいバッターって懐まで持ってきて打つから。あー、そうなんですか。いろんな球種に対応しようと思うと前で払うともう前がないやん、はい、ポンってちょっとでも抜かれたらもう空振りやし崩されるやん。でもここで打ちに行くっていうなるとこっからもともと打ったそのポイントまであるから、はい、だから基本的には優秀なバッターっていうのは体の近くで右足の前で打つよく言うけど右足の前で打ちに行くっていう、はい、まあ、それをやりだして、で最初はまあ、環境が変わって配球が変わって、まあ、一番バッターとして多少苦労した時期もあると思うねんけど、まあ、実際その環境に対応しだしたっていう自分で考えて、はい、まあ、チーム方針としてこっちから打ちなさいっていうのがあって、それも相まって、はい、近くで打つ近くで打つっていうことでどんどん近くのポイントが自分のポイントになってきて、いつしかあっち側に 打ち出すようになって、変化球も結構打つようになってくる。変化球はあっちに打つにしても前に余裕があるから、1点持ったとしても前に余裕がある、ほんでそのまま余裕があればさらにこっちに打っちゃう、はい、もうそれもうちょい泳がされても多分こっちで拾えるっていう状況に進化していってるなって感じだよね。まあまた内角のさばきが意外ともともとうまかったっていう。内角のさばきってね、本当プロでも結構内角のさばきって才能って言われるとか、ポンってバット抜くっていうのは、はい、これって癖みたいなもんだと思うね。ガッてきたらポンってやれるっていうのは、はい、手が先出るっていうか、それで体から回ったらまあ間に合えへんけど、はい、でも手を出した後にその手を押していく体でっていう打ち方ができるやつおるやん、はい、実業団とかいますね。バン、ハッ、ドンっていうイメージで言うと無理っす。だからそういうことができる選手ってやっぱいるんやけど、はい、まあそこまではね確かにできてるかとか分からへんけどな。インコースパッてきたのに手だけ先出して下半身で押しちゃってホームランとか、はい、でそんなめったにできんの、そんなの。でもできる選手は体が覚えてるみたいなの、多少それに近いことができるからインコースファールにできるのよ意外と。はい、まあ、そもそも手が出るのがすごいですよね。なんで普通はあんだけね外中心で回ってインコース詰めてるからグッてだったらボンっていっちゃうねんけど、はい、もしかもすごい詰まるとか、そこは一定ラインこっちにファール打てるみたいなとこあるしな、パッて手出しちゃって、
まあ、その辺でこっちもなんとか粘って、で実際自分の得意なボールが来たら逆側とか、もしくはちょっと泳いだらこっち側もあるやろし、はい、センター返しもあるやろしっていうことを、まあ、実現していって、もともとの選手としてストレートに強かったっていう、あ、だ実業団レベルのまっすぐ来てもつまんないから、はい、タイミングだけ合わせてバーンって振りよるから、でこの間もあのそれこそ仙台育英青学 JR 東の東北っていうスーパーピッチャー来てしかも現役5年前でしたみたいな、はい、それアウトコース中心回ってインコースバッて来たのよ。それも詰まったけど一応当てよったからな。ギリ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 詰まってた。そりゃ詰まるわ、そりゃあの球、ね、でも反応しよったって感じがしたのよ、はい、確かにベストはここで押せたらええんやろけど、はい、ここぐらいまでは持ってきてたからな、感覚で言うと。あ、普通あの球いきなりインコース来て、はい、そこまでは持ってくるっていう反応したっていう感じはしたし、うん、まあ、あの非常に俺も投げてて難しいバッターやわ、はい、あの外は反応するし、インコースは巻くしポイント近い、はい、まあ、相手ピッチャーでね簡単に攻略できるピッチャーはもうなかなか最近お目にかかれない中で、基本的にはパッと見た時に、あ、もう素晴らしいピッチャーだっていう、はい、まあ、大学レベル高校でも強豪レベルのエースクラスに近いやつが草野球に来たねっていうレベルから上が来てる中で、はい、あ、それを何球で3割以上普通に打つっていうのはまあまあなんかあるやろうという意味で言うと、ね、俺はそういうことじゃないと思うと、まあ、あとはあのバッティングで好不調な波あるし、ほんのちょっと些細なことでポンって崩れたりするから、はい、まあ、今の状況はいいとして、はい、この状態をこう保ちつつさらに進化していけるかっていう、なるほど、進化しようとしてやっと保てたりとか、進化しようとして間違えてポンって下がることもあるやろし、はい、まあ、そのなんか本当にこう繊細なもんなので、はい、そこはまあ常に努力をしてもらわなあかんと思うけど、いいよね、非常に愚直やしな。そうですね、うん、あのね、最近愚直最強説流れてるから、あっぱれの中で、ね、うん、あいつあれやってるからってもう見たらすぐ分かるから、はい、もうそもそも聞いてるし、あほんならああいうボール来てるから、ああ考えて打席立ってるからこっちにずらしてやったら合うわとかって分かんない。なるほど。でもいろんなアプローチする人ってどう指示してか分からない、はい、なるほど。だからベンチを味方につけるのも大事よ。だからベンチを味方につけてるっていうか、その目利きを味方につけてるから、潤は、はい、あの目利きがパッと見た時に、ああ潤これやってるからこうじゃないかっていう的確なアドバイスが飛びやすいの、はい、まあ、相手ベンチからしたらそれは別に変えられるわけで、これいつもやってますって思ったとしても、じゃあワンストライクになったらこっち系来るからこう変えようか、はい、その時ここ待ってるやろお前、こっち来るからこうした方がいいよって言った会話が早い、はい、それは確かに指示しやすい。だからそういった意味であの愚直なやつってベンチが目利きしやすいっていうので脳みそ増えるから最強説っていうのを唱えてんだけど、はい、あ、なるほど。あの本当天才型っていうのは指示しづらいから、はい、フォローしづらいっていうのがある。でもその代わり天才は天才から打ちゃいねえけど、なるほど、何でも任すでっていう最近ね、あっぱれないのもあれけど、まあ潤はさ、あの草野球改革組っていうあのそういう組は、そうそうそう、大学時代ね輝かしい成績を持ってるやつもいっぱいあるやん、うちのチーム、はい、潤は高校から大学行って大学一切試合出てないからさ、はいはい、ほとんどあの試合に出してもらうことはなかったっていう、強すぎるのはあんねんけど大学はね、はい、そうですね、そんな中であの、まあ、実業団やプロ注目選手や独立でもクリーンアップ打ったような選手とかね、はい、まあ、優秀な選手並ぶ中で一番打ててるっていうのは、まあ、夢ある話なんじゃない、草野球人にとっては。そうですね、むしろ結構やべえやついっぱいおるからなうちの打線もな。そうですね、まあ、あのうちのチームはそうやってあのデコボコやけど、もちろん実績あろうがなかろうが、うちに来て育っちゃいいと思うし、はい、首から上はいくらでも鍛えられるから、どんどん教えるし、もしかしたらチャンスがなかったか飲めなかったかもいるかもしれんし、いやいやチャンス与えても飲めなかったかもしれないし、はい、とにかくやっぱこう考えて考えてアプローチして、体はまだ若ければ強くなっていくから、もっとここで別に二十何歳になって開花するやつはいるでしょ、週に1回しか野球できないけどね、はい、全然そんなのいつ人間伸びるか分からへんし、環境にもよるから、まあ、草野球、ね、やってみてまた野球が楽しくなるっていうのは人のうちの一人なんだろうなと思うけどな。すいません、ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、間違えた情報は正しておいてくださいよ。了解です。何その緩い終わり方失礼します。帰らさせてもらう